はい、皆さんこんにちは。カタリリウムのカタリです。英雄伝説3、白き魔女、続きやっていきたいと思います。十分気をつけてくださいと、襲われたんですよね。で、賢者さんを捕まっちゃったって言うんで探しに行かなきゃいけないということなんですけど、まずこっちにいないですよね。あ、怒っちゃった。あ、いないですね、ここにはね。ここには偽物しかいなかったみたいです。賢者さん、シャリネで襲われたよね。でも賢者さんいないとシャリネは見れないのかな。鏡はですね、お、なぜかグースに変わった。くせえなーってどういうことだ。この部屋から何日も風呂に入ってないやつの匂いがするぞ。どういうこと。こう見えても俺は諸国を股にかける泥棒だぜ。ぬすっとの勘を信じなさいって。自慢することじゃないと思うけどな。まあそりゃそうだ。これ勝手に動いてます。ここだ。ジュリオたちは箱を調べた。あははは、シフールの賢者が閉じ込められていた。何日も風呂入ってないんだ。いたたたたた。腰が痛いの。大丈夫ですか。よくぞ気づいてくれた。危ないとこじゃったよ。クリスはシフールの賢者に回復一の魔法を唱えた。おお、便利。シフールの賢者の体が回復した。チャッペル魔法を使えるのかね。これは何から何まですまん。というか賢者さん閉じ込められて自分で出る術がないんですかね。いろんな魔法かなんか使って。おう、こうしてはおでん。シャリネが心配じゃ。すぐに行って様子を見ねば。まず風呂入った方がいいんじゃない。私たち巡礼の旅人なんです。僕たちも一緒に行きます。そうじゃったのか。では一緒に行こう。これ4人で行ったのかな。あ、4人で来ましたね。よかった。魔法の鏡には異常はないようだ。おわー、来た。ふふふふふ。あ、カジムの声だ。魔法の鏡は壊していない。安心するがいい。結構いい人なのかな。私たちは愚かではない。まだまだ利用価値のあるものをむやみに破壊などするものか。利用価値があるんだ。思ったよりしぶといですな。あいつか、お前たちをいじめたのは。うん、強そうだな。それはもう裏の世界では名打ての殺し屋ですから。4人がかりにも勝てねえかな。グースはもう逃げ腰じゃないのか。ここで勝てないって言ったら逃げそうですね。危ないところかと。まだ生きているとは思いませんでしたよ。一応確認によってみてよかったですね。なんだ。さあ4人がかりでもいいんですよ。かかってきなさい。今度は確実に息の根を止めて差し上げましょう。賢者様は手伝ってくんないんだ。安全なところに下がっていてください。くそ、やるしかねえみたいだな。グースも変なとこで仲間になっちゃいましたね。よし、じゃあ頑張ってこい。今度こそだ。と言ってもモリスもグースも防御力がほぼないんだよね。まあギルバゼラっていうのは雑魚みたいだから大丈夫みたいですけど、
回復してくれ。よしよしよし、回復してくれ。危ない危ない危ない。嘘、倒れたぞ。ダメじゃんこれ。あ、でももうちょいいけるよ、いけるいける。あ、やった、弱弱ジュリオに負けるなんて弱。まさか私が負けるなどとは。己、最後の現実を、私の呪いを受けるがいい。危ないぞこれ。あ、やられたものだけになんか、あ、でも元に戻ったけど、ねえ、さっきの最後の現実って何のことなんだろう。二人とも大丈夫？ああ、なんともねえな。カジムのやつビビらせやがって、現実を失敗しやがったな。失敗してないんじゃないのかな。クリスもかかっちゃったしね。クリス様も大丈夫ですか？ええ、なんともないみたい。よかった。やっぱり失敗だったんだ。まだ安心はできません。カジムがどのような現実を使ったのか計り知れません。少しでもどこか変調がありましたら、すぐにお教えください。わあ、何したんですかね。これで私たちもようやくシフールの魔法の鏡を見ることができれば。賢者様、早速魔法の鏡を見てもいいですか。ああ、よろしいですとも。どうぞご覧ください。俺たちも見ていいのかい。ええ、構いませんよ。一般には魔法の鏡は巡礼者にしか見えないと言われていますが、あれは巡礼の心を大切にするものにしか見えないという意味です。おお。無論銀の探検が必要ですが、一度魔法の鏡が動き出せば、清い心を持っているものであればどなたにでも映像は見えるはずです。うわ、グースだけ見えないかもしれないですね。これで見えたらグースは清い心を持ってるってことになるぞ。ああ、言ってる。清い心ね。自信ねえな。もっとも同じ時に魔法の鏡を見ても、見る者の志によって違うものが見えることもあるようですが。おお。さあどうぞ。あなた方が守ってくださったシャリネです。案ずることはありません。探検を来ました。あー、なんか出てきた。お、ちょっと空の色が暗い感じですね。なんだろう、蝶々。あ、なんかいた。なんだこいつは。次の敵ですかね。なんだろう。あの蝶々なのかな。なんだろう。さて、グースは見れたんでしょうか。全く違うものを見たんでしょうか。森を歩いてるみたいだった。うん、僕の見たのもそうだった。森の中に誰か立っていた。それと水牛みたいな動物。ジュリオと私の見たのは同じ映像だったみたい。グースはどうなんだった。モリスンさんはどうだったんでしょう。俺か。いいよ俺のは。わかった。シャーラでしょ。
魔法の鏡はね、見る人の心の奥で気になっていることとか、これから起こることとかが映し出されるのよ。ああ、なるほどね。モリスン様。あ、違った。クリス様。お言葉ですが、鏡の映像の内容はむやみに語らないのが習わしでございます。ごめんなさい。いえ、すみません。私としたことが言い過ぎました。探検はちゃんと回収してましたね。この度は本当にお世話をかけました。オルドスに向かわれるのでしょう。あと少しですよ。もう一頑張りです。お気をつけて旅をお続けください。あなた方の旅が実り大きいものでありますように心よりお祈り申しております。そっか、賢者さん、早く風呂入った方がいいよ。びっくりしたよ、賢者様が偽物だったなんてな。今の賢者様は本物だろ。どうでしょう、もう安心していいよ。ああよかった、賢者様を間違えたりしないぞ。もう間違えてるじゃないか。これから私が自分でここに立ちますよ。そりゃそうだわ、巡礼の旅人を迷わせては罰が当たりますからね。あなた方に守っていただいたシャリネです。これからは一層心を込めてお勤めをさせていただきます。なるほど。この辺は変わりませんね。ちょっと宿屋さんの中の男の人だっけ、これじゃないな。あ、この人この人、次どっち行ったらいいかちょっと聞いてみたいです。南だね、南に行けばいいんですね。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょう。ここで敵か。これ落とされちゃうとやられちゃうんですよね。逆に落とすと倒せるんですけど、今んとこ呪いとか現実とか出てきてなさそうですね。よしよしよし、落としたから楽勝でしたね。いいのかな。あ、行き止まりになっちゃった。隣だったかな。こっちでしょうか。おお、できた。なったりいるのは浮遊魚。どっちも空飛んでんのか。グースとジュリオは届かないかもしれないですね。近くに来てくれれば大丈夫かな。下落ちちゃったし。やばい、モリスンやられた。あ、クリスもやられた。これはダメでしょ。これやり直してできんのかな。ジュリオもやられて、ちょっと一回やられますかね。ですが、回復魔法しか使えないようにしてたような気がするんですよね。だから攻撃しなかったのかもしれない。あ、ジュリオ一人でやっつけたぞ。一人でレベルアップしたわ。
ジリオ君強いじゃないか。どっち行けばいいんですか。これで合ってるかな。あれって何これ。クリスどうしたの。カウロンが少し良くないみたいだけど。あー、現実が効いてきた。じゃあグースもじゃない。大丈夫って言ってるけど、グースは何も言わないですね。あ、敵だ。また空のやつだな。ちょっと待って、行動変更でクリスをこれにする。これだと攻撃と回復をやってくれると思うんですよね。はやられるなよ。クリス落ちんなよ。よし、あと一匹。よし、押し倒しました。グースだけど、グースのレベルが上がんないっすね。合ってんのか間違えてんのかよくわかんないですけど、グースレベルアップしてくれ。これからもね、一緒にずっと旅するんなら防具とか揃えてもいいんだけどな。ちょっとケチってるからですよね。あ、モリスやられちゃった。必死に魔法を使ってたのに。よし、頑張れ、ジュリオ。あと一撃か二撃なんだけどな。よし、もう一回。あ、もう一回だ。よし、グースよくやった。グースレベル上がんない。進めるからあって、あれ、これこっちから来たんでしたっけ。さっき今進めばいいんだ。ここさっき来たような気がするのは気のせいでしょうか。
こ来たよねさっきね。戻ってるかな。どっちから来たのか分かんなくなっちゃいました。ような気がするな、気のせいか。さっきもここ来たような気がするのも気のせいか。あ、道が出てきたんじゃない？あ、グースもおかしい。さっきから体がだるいんだよな。まさかカジムの呪いのせいでは。多分そうだよ。こんな手の込んだ呪いなんてあるのかよ。あ、クリス大丈夫？モニセンスさん、クリスの様子が変だよ。どうしよう。やっぱそれっぽいっすね。クリスは辛そうに眉間にシワを寄せている。大丈夫かいクリス。そうか、カジムの最後の呪いはオリドスに近づくほど悪化する体を蝕む病だったのか。あ、そういうこと。じゃあシフールまで引き返そうか。オリドスから離れたら治るんでしょ。どうですかな。残念ですがそれは断言できません。あ、一回悪くなっちゃうとダメなんですかね。ジュリオ、私は大丈夫よ。ここまで来たらオリドスはもうすぐだわ。返すなんて嫌よ。でもそれにシフールに戻ってもオリロスに行けないのなら私たちの旅は終わらないのよ。オリロスだもの。頑張ってオリロスにつけばきっとものすごい魔法で治療してくれるお医者様だっているわよ。ジュリオ、俺もクリスの意見に賛成だ。ちょっと理由は違うけどな。あ、オリドスで会うっていうのを見たんじゃないんですか。グースはこの呪いのおかげでカジムの狙いが分かったぜ。え、どういうこと。あいつはお前たちをオリドスに行かせないように妨害しようとしたんだ。あ、なるほどね。さすがグース、褒めちゃった。なるほど、理由は分からないがきっとお前たちがオリドスに着くとあいつらには都合が悪いんだ。だからシャリネで待ち伏せたり土壇場でオリラクリスに呪いをかけたんだと思うぜ。つまりよ、ここで引き返したらカジムの目論み通りの展開になるってわけだ。気に入らねえぜ。グースの方がまだクリスより元気そうですね。クリス様のおっしゃったようにオリロスにはチャッペル魔法を使う名医もいると聞いております。シフールに行っても望みはありません。オリドスへ参りましょう。大丈夫かな。あ、音楽変わった。クリス様、グースのお加減はよろしいですか。よくないでしょう。かなりよろしくないけど俺ならまだ持ちこたえられて、持ちこたえられる程度さ。俺よりクリスの方が心配だ。大丈夫よ、へっちゃらよ。クリスもグースもかなり辛そうだ。あと少しだって。36ミロ。ついたっぽいぞ。オリドスは聖なる都だから町の中では武器の販売はできないのよ。あら、でも旅人が魔獣から身を守るのに武器も必要でしょ。だから石像の外での販売は許されている。ほうほうほう、武器屋さんだけは町の外だけど
あとのお店は町の中にあるからそこで買い物できるわよ。なるほど。これか武器屋。まず換金しますか。換金率高いって。後半に20ピアだって、すげえ。あれ、あ、そうそう、この換金率は先月、なんだそれ。もう言ったんだから20でやってください。マジかいな。幅広の剣、夢見の剣、巧妙の杖。幅広の剣と巧妙の杖なら一緒に買えますね。幅広の巧妙の杖も持ってる。あ、そう、じゃあゆめみの剣2700ピアでいいやって、値札通りじゃん。あれ、さっき何買ったんでしたっけ。夢見の剣ってどういうこと。攻撃力は低くなりますね。幅広の剣の方がいいんですけど、騙された。これわかんないな。幅広の剣のままにしときますか。騙されたかも。ようこそオルドスへ。おや、顔色の悪い方がいらっしゃいますね。どうぞ急いで中へ。入国の手続きなど後で構いません。さあこちらへ。わあ、すごい親切だ。とりあえずここで休ませてあげてください。入国の手続きは私が代わりにやっておきますから。誠にありがとうございます。お世話をおかけしました。私は関省に戻りますが、早く医者に見せた方がいいですね。呪い払いならオルドスにはいい先生がいますよ。フィード先生に見てもらいなさい。じゃあ私はこれで。あ、まあすぐに見抜いたんですかね。ヒーロ先生か。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしましょうかね。いや、早く良くなるといいですね。また何のイベントもなく連れてくることができるとは思えないので、何かしらイベントをこなさないと無理なのかな、もしかしたら。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。